11月13日土曜日、綺麗な青空が広がっています。おはようございます。オールビファレン、今日はこの後ホーム栃木戦が行われる長崎諫早市のトランスコスモスタジアム長崎に来ています。もうですね、すぐそばにこの芝生ピッチがあるわけですよ。4時間半後にここでキックオフなわけですよ。もうドキドキワクワクしているのはこの方も一緒だと思います。ビビ君、よろしくお願いします。さあ、ビビ君もその気合を書いてきてくれました。じゃん、何て書いた。今日の栃木戦も大切な試合です。みんなで一緒に一生懸命キラッキラしましょう。いや、もうキラキラしようよ。本当気合を入れて応援したいと思います。さあ、今日はですね、ビビ君だけじゃないんですよ。この方にもお越しをいただきました。ビファーレン長崎、高田春奈所長です。おはようございます。おはようございます。早速なんですが、はい、先日11日背番号に合わせて衝撃的なニュースが飛び込んできました、うん、玉田圭司選手の引退なんですが、はい、社長はどのようにお感じになりましたか。いや、もう本当純粋に寂しいと思いますし、はい、まあ、発表した時に本当に他のサポーターさんからも、他のクラブのサポーターさんからもたくさんお声があったのを見て、本当に素晴らしいこうスターが長崎でそのキャリアを終えるということで、はい、まあ、盛大にこう送り出せるように、最後こうご本人も言ってたように楽しんで終われるように、あのクラブとしても盛り上げていきたいなと思ってま す、 うす、ね、もう本当に私たちも3年間ありがとうの思いをですね、うん、伝えたいなと思っています、はい、さあ、そして前節はアウェー戦、東京ヴェルディ戦でした、はい、もう底力を見せた戦いになっていたなと感じたんですけれども、はい、実際にご覧になっていかがでしたか、うん。あの、まあ、10人になってから、はい、あの結構しばらく点が入らなかったので皆さんやきもきしたと思うんですけども、その会場の方は800人の長崎サポーターの方がいらっしゃって、はい、もう本当ホームみたいな雰囲気を作っていただいてたので、うん、まあ、そこからはもうすごいいい雰囲気の中で、あの素晴らしい勝利ができたかなと思ってます。いや、もう本当に素晴らしい雰囲気が私もダゾーンから伝わってきて、テンションが上がったんですけれども、うん、はい、今回は今日栃木を迎えての対戦ということで、うん、はい、現在長崎が3位、はい、2位の京都まで勝ち点7になりました、はいはい、今日の栃木戦重要になってくると思うんですが、いかがでしょう、はい、もうあのここ最近はずっと重要なので、はい、もう残り全勝するつもりしかもうチームの中にはないですし、まあ、あとはもう他のクラブの言葉もそれは運というか縁だと思うので、まずは自分たちが全勝することだけを考えています。私たちもそれを後押しできるように手を入れて応援したいなと思うんですけれども、はいはい、そんな時にですね、先日嬉しい練習の公開もありましたよね、はい、サポーターの皆さんも本当たくさん駆けつけてらっしゃったんですけれども、はいはい、この時期にその公開をしようと思ったのはどんなことだったんでしょうか、はい、やっぱりいつ始めようかというのはずっと考えてたんですけども、はい、実際にあの選手だったりサポーターさんからのお声をいただいたときに、もう本当に今しかないと、今やろうと思って実際やってみたところ、本当にたくさんの方にお越しいただいて、あの選手たちにもこうその思いが伝わってよかったなと思ってます、はい、さあ、いよいよホーム栃木戦がこの後ね、はい、控えてるんですが、ファンサポーターの皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、もう本当にあのホームゲームではいつもスタジアムを最高の雰囲気にしていただいてて、あの私もそこにいるのが幸せだなと思っているので、まだいらしたことがない方も含めてぜひたくさんの方にスタジアムに来ていただきたいです。でも今日イベントも盛りだくさんで、はい、皆さんで盛り上がっていきましょう、はい、それではタイトルコールご一緒に参りましょう、はい、オールビファレンキックオフ。残り4試合になりましたが、おはようございます。オールビファレン、今週もよろしくお願いします。お願いします。さあ、まあ今日も京都でビビ君が可愛かった、はい、もう春菜さんの、ね、熱い思いもありました。どうでした、はいはい、天気良くなりましたから、これトラスタイから損でしょう。損ですよ、ね、こんな素晴らしい天気、はい、久しぶりですからね、はいはい、今日のホーム戦は何としても勝利を呼び込むために選手へエールをお寄せください。ツイッターの方はハッシュタグオール VV をつけて、メールの方はオール VV アットマーク NIB.JP まで送ってください、はい、もうすでにたくさんのメッセージありがとうございます。ありがとうございます。おなみさんから
からイラストいただきました。ホーム残り2戦、選手もサポーターも全力で引かれ、まだまだメッセージお待ちしております。はい、そしてツイッターにも、ね、多くありますけれども、はい、私もびっくりしました。一昨日、玉田選手が今シーズン限りでの現役引退を発表しました。玉田選手本人からメッセージが届いています。どうぞ。長崎の背番号11、玉田圭司選手、41歳7ヶ月になった11月11日11時11分、自身愛着のある11が並んだ時に現役引退を発表。1998年柏レイソルに加入、日本代表としてワールドカップにも2度出場しました。その玉田選手が長崎に来たのは2019年、3年間で15ゴールを挙げるなど大きな功績を残しました。去年 J 通算500試合出場を達成し、今年はプロ初ゴールから20年連続となるゴールも記録しました。覚えてるな。日本のレジェンド玉田圭司、長崎の地を最後にスパイクを脱ぎます。皆さんおはようございます。玉田圭司です。突然ですが、今シーズンをもって、引退することを決めました。日にちが11月11日ということで、まあ、キリがいいのかなと思いまして、そして11時11分に発表してくださいというわがままを聞いて、くださったことをとても、感謝しています。3年間でしたが、長崎のサポーターの皆さん本当に温かいサポーターでしたし、それを3年間感じることができてとても感謝しています。ありがとうございます。残りシーズン、まあ、1ヶ月切りましたけど、笑って終われるように、僕自身毎日を過ごしたいと思いますので、残り1ヶ月、残り4試合になりましたが、楽しく過ごしたいなと思います。ありがとうございました。どうですか、みゆちゃん。いやでも本当びっくりがすごい、大きかったんですけど、本当びっくりした。でも私たちがこう送り出す番というか、はい、まあ、他の選手の方たちもいっぱいこうツイッターで盛り上がってたじゃないですか。そうそう、他のサポーターもね、名古屋柏のサポーターもでも、はい、本当ね、41歳を思わせないその体のキレとか、ね、正確なフリーキックとかまだまだっていうの気持ちはありますけれども、やっぱりね、すっきりした表情でしたもんね。そうですね。でね、その日なんですが、和み練習場に見学に来ていたサポーターの皆さんにも玉田選手直接思いを伝えました。リリースにもあったと思いますけど、今シーズンで引退することにしました。11月11日11時11分に発表してほしいっていう、僕のわがままで、もう練習中にしてしまった方すいません。発表はしましたけど、僕自身あと1ヶ月弱やることは変わりませんし、逆転昇格に向けて、皆さんの力が必要になってくると思いますので、スタジアムに足を運んでいただきたいですし、昨日から練習公開も再開しましたので、僕のプレーを見に来てくれたら嬉しいです。寒い中、待っていただきありがとうございました。お疲れ様でした。玉田選手にですね、メッセージも来ております。Kさんから、はい、玉田選手の引退の報告には何か一つ時代が終わったかのような寂しさがありますが、彼にはいろんな感動を与えてもらった、感謝しかありません、ありがとう、残り試合全力で応援します、はい、そしてですね、マシャさんからは、本当頭がポカーンとなったけど、花道を作るためにも残り全力で、戦い抜いていきましょう、と試合ありがとうございます。そうですね、僕もポカーンになりました。28日最終ホーム最終戦で、玉田選手の引退セレモニーが行われますけれども、まあ、ここまで来たらですね、ビファーレン長崎の、奇跡の逆転昇格の喜びを玉田選手と一緒に分かち合いたいと思います。ということで、先日の東京ヴェルディ戦を振り返っていきましょう。今シーズン最後の3連戦の締めはアウェーで東京ヴェルディとの対戦となりました。現在2連勝中のビファーレンは前節と同じ11人でのスタートです。前半はヴェルディのペースで進みます。ここで大活躍だったのが守護神の富澤。いや、すごかった。13分と44分のピンチにファインセーブを見せました。気合が感じられましたもん。
ハーフタイムに入り、前半の内容に不満がある選手たちは打開策を要求し合います。逆転昇格に必要なのは勝利のみという熱い思いが伝わってきます。そして後半、試合が大きく動きます。54分、ヴェルディの山本がファウル。この試合2枚目のイエローカードで退場となり、風向きが変わります。ここをチャンスと見るや、56分に名倉、さらに徳良を66分に投入、より攻撃的に出ます。まずは74分、徳良がヘディングでヴェルディゴールに迫ります。惜しい、思いが結実したのは76分でした。ヴェルディゴール前でチャンス到来。縦に仕掛けたマイクマが柔らかいクロスを上げると、徳良最高です。徳良が豪快なヘディングシュート。マイクマはクラブ初の2桁となるシーズン10個目のアシストを記録。そして徳良は11試合ぶりとなる今シーズンの5ゴール目です。おめでとうございます。サポーターの前で喜びました、そして90分、江川のクリアボールが前線へ。これを徳良がうまい身のこなしでキープします、そこから持ち上がって、持ち上がって、持ち上がって、切り返しからのラストパス、これを名倉、イエーイ、貴重な追加点をゲット。松田監督の交代策が見事に的中、名倉は5試合ぶりのゴールとなりました。これたまらんかったな、ドンピシャ、さらにアディショナルタイム、名倉の守備からカウンター開始。海洋が一気にドリブルでヴェルディ陣内へ攻め上がります。そして最後は優しいスルーパスを送ると、走り込んだのは米田。素晴らしい流れからこのゴールが生まれました。さあ、このシーン、マイクマから海洋にパスが出た時点では米田はまだここにいます。ここから全速力で走ってのゴール。本当だ、これが試合終了間際、しかも3連戦最後の3戦目の試合終了間際で出せるのは本当にすごいですね。スタミナ、海洋はこの2試合で4つ目のアシスト、米田は今シーズンの2ゴール目です。これで3連戦を3連勝、京都が首位磐田との直接対決に敗れたため勝ち点差は7に縮まりました、残り4試合での逆転昇格に向けて大きな勝ち点3をゲットです。チームの勝利に貢献できたことが全てだと思いますし、すごく嬉しいです。交代した選手が試合を決めれたことは非常にチームとしても良かったと思います。人事を尽くし天命を待つしかありませんけど、僕らは松田監督のもとやるべきことに全力を注いでいくだけだと思いますし、長崎魂というか、そういったこう積み重ねてきたものとかプライドとか意地を最後まで見せつけていけたらと思ってます。終わってみれば3点差がついたんですけども、途中まではどっちに転んでもおかしくない試合だったし、逆にちょっと劣勢だったなっていう前半だったし、そのあたりで我慢しながら試合を進めたことが勝因かなと思います。Uma coisa que aconteceu aqui no intervalo da cobrança, que a gente até se alterou pouco, é pelo fato que a gente queria os três pontos, que a gente está na briga ainda. E a gente tem que se cobrar até o final, fazer a nossa parte. Foi o que aconteceu, a gente conseguiu os três pontos e vamos continuar na briga.やっぱり必死さだよね、コミットメントっていうのは必死さ、かける気持ちだから、そういうのが最後出てくる。続けよう、続けよう。素晴らしかったですね、そうですね、前半ちょっと苦しんだんですけど、後半相手に退場者が出てからは優位に進められましたし、得点も3点できたというところが非常に大きかったなと思います、ね、いや、もうアシストもゴールも素晴らしかった、気持ちよかったです、はい、そして今日はここ、ホームトラスタに栃木を迎えての一戦ということ で、私たちね、ピッチサイドのいつもここ、なかなかね、そう入れないんですよ、ここ。そうですよね、もう貴重なところに来ていて、はい、もうまたドキドキ感が増しているんですけれども、はい、現在我々ビファーレン長崎3位、で上野2位、京都との差が7点差、ね、ということになりました、はい、そして今日はですね、栃木が3位と15位ということで、前回6月の試合ですね、はい、2得点そして無失点、はい、いい成績ですよね。そうですね、どう振り返りますか、まえちゃん。栃木の守備に苦しめられた部分はあったんですけど、オンゴールで先制してから
優位に試合を運ぶことができましたし、まあ、そこで2点目取れてゼロで抑えられたっていうのは非常に良かったんじゃないかなと思いますけどね。もう本当に前回もいい感じ、はい、そして今回もいい調子での試合ということで、うん、はい、もうとても期待と絶対勝つぞという気持ちが湧き起こってくるんですけれども、相手のやっぱり栃木の選手が気になるところなんですね、はい、あ、そうですよね。注目選手教えていただけますか。はい、注目選手はですね、はい、まず一人目矢野貴章選手ですね。まあ、日本代表の経験もありますし、まあ、高さあるので、はい、187cm 得点能力もあるので、ここは注意したいところですよね。怖い選手の一人、はい、そしてもう一方は舞ちゃんが挙げていただきました、はい、こちら陽平選手ですね。はい、この方も、まあ、見てもらえれば分かると思うんですけども、ゴール数が違いますし、何ですかその数字。まあ前線にいるので高いですし、はい、体も強いので、うん、ここを抑えないと自由にやらせてしまうと、まずはここを抑えたいですね。この2人は特に抑えたいところですね。豊田選手も185cm、はい、もうストライカー2人がこうね来られると怖いですけれども、怖いですね。矢野貴章選手も187cm ということでね、高いので、そこはちょっと頑張ってねいきたいなと思うところなんですが、はいはい、いよいよ今日は午後2時キックオフということで、はい、その栃木戦に向けて最後にズバリ勝利の鍵を舞ちゃんお願いします。はい、あ、勝利の鍵はですね、はい、毎回言ってるんですけども、先制点がやっぱり今日は大事になると思います、うん、ね、どちらのチームもやっぱり降格にも近いチームで、昇格にも近いチーム両方なので、先制点は非常に大事になるかなと思いますね。しっかり先制点を取って波に乗ってしっかりと優位に試合を進めたいですね。そうですね、掴んで勝利をいきたいと思います。はい、栃木戦はこの後ここトランスコスモスタジアム長崎で午後2時キックオフです。はい、その前はですね、まいちゃんの YouTube ありますの で、ね、そちらの方もぜひチェックしてください。はい、当日券もありますからね、ぜひ皆さんここで応援したいと思います。まいちゃん今日はありがとうございました。ありがとうございました。この後は先日行われた練習見学会の様子もご紹介します。今週水曜日、全力で戦う選手を後押しする気持ちも込め、久しぶりに練習見学会が行われました。あいにくの雨模様ではありましたが、100人を超えるファン・サポーターが集まり、最後まで一丸となって戦う気持ちを改めて選手たちに伝えました。こんな近くで見れるんだなと思ってびっくりしました。試合の時のこうキリッとした感じと違って、練習の後のこうリラックスした顔とかも見れてすごくいいなと思います。もう全然あると信じてますし、選手も誰一人諦めてないので、私も絶対諦めたくないです。まあ、昔はこれが日常だったんでね、確かに逆にすごい新鮮でしたね。はい、どう振る舞っていいのかなとちょっと考えましたけど、はい、これまで積み上げたものを進化させるっていうところですね。質を高めるだとか、あとは誰が出るかとかいうことでシステムとかバリエーションがこう増えてきているので、いつそれが有効になるかとか、どんな相手に有効になるかとか、その辺をこう洗練させていったりっていう作業が多いですね、今。はい、今日は練習で、まあ、試合に似た雰囲気の中練習できたのかなって思います。勝ち続けるしかもう道はないと思うんで、もう4試合勝つことはもちろん意識して、まあ、あとは待つだけなのかなっていうのが今の心境です。お前のユニフォーム持ってる人いるねとか、いいですね、まあ、そういうちょっとした会話ですけど、やっぱりそういうのでまたチームの雰囲気も良くなりますし、今、まあ、勝ててるのでこの状況を続けていきたいと思います。今9点なので、まずはすぐに2桁得点に乗せたいと思いますし、まあ、そのゴールで、自分もチームもこの調子で勝ち続けていけたらいいなと思います。こういう機会はやっぱね貴重ですよね、ファンサポーターにとって ね、はい、誰と誰が仲いいとか分かりますし、確かに、あとね練習を見られてるっていうのは選手もね気合入りますよ、刺激になります。はい、はい、さあこの後は再びホーム戦直前のトラスタから生中継です。メッセージもたくさん届いていますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。この後紹介します。
今日はホームで栃木、そしてですね、20日はアウェーで、あの首位ジュビロ磐田と、アウェーであのジュビロ磐田と戦います。なので最後まで長崎一つになってチーム後押ししようということで、はい、20日はパブリックビューイングが開催されます。2会場、平戸市と新上五島町の会場で行われます、はい、さあで平戸会場には高田明サッカー夢大使も登場します、平戸会場のパブリックビューイングに参加するには事前の応募が必要になってます、はい、クラブのホームページから11月19日金曜日の正午までにお申し込みください。で新上五島町の会場は事前申し込みはいりません、はい、でもちろんクラブの YouTube でもライブ配信します。長崎からたくさんのエールを送りましょう。はい、そして28日の岡山戦がいよいよホーム最終戦となります。この日はジャパネットデーということで、様々な楽しいイベントを計画中です、ホーム最終戦のセレモニーや玉田圭司選手の引退セレモニーが行われますよ、ね、さらにファンキストのスペシャルステージということで、海上自衛隊佐世保音楽隊と V ロードのスペシャルコラボを行うそうです。どんな感じだろう。楽しいですね。はい、はい、さあそしてクラブから嬉しい発表もありました、はい、U18 所属でトップチームにも2種登録されている阿部大成選手がですね、昨日から千葉で行われている U18 日本代表トレーニングキャンプのメンバーに選ばれました。協会の皆さんよく見つけてくれました。さらなる活躍楽しみですね。はい、楽しみです、はい、メッセージを紹介します。 EXILE さんからは、はい、玉田選手現役生活 お疲れ様でした、うん、ブラジル戦でのゴール未だに覚えています。ドイツワールドカップのブラジル戦の先制ゴールめちゃくちゃかっこいいです。詳しい、はい、リアルタイムで見ましたけどね。はい、そしてわさびさん、最後まで共に戦いましょう、うん、そしてチロさんは全力で光って全力で楽しみ全部勝つ、もう勝つんです。そう、はい、全部勝つという強い思いを込めて、じゃあ最後にもう一回トラスター呼んでみましょう。まゆさん、まゆさん、はい、この後栃木戦キックオフのトラスターなんですけれども、もうですねビビ君の食いしん坊パックグルメのいい香りがもうお腹が空く感じなんですけども、グッズもね新商品続々ということで、ブースもたくさんの方で賑わっていましたよ。さあそしてキックオフの前にはイベントも盛りだくさんです。まずはこちら、じゃん、こちらの、あ、失礼いたしました、こちらです、じゃん、ビファーレン長崎講演会の協力で、長崎くんちのシャギリと銀山町シャチ太鼓がスタジアムで響き渡ります。素敵な音色、力強い演奏、ぜひお楽しみに。そしてこちらですね、こちらもハーフタイム抽選会もありますよ。今回はモリリンデーということで、モリリンの羽毛布団や敷きパッド、枕パッドのセット、タオルケットといった寝具が当たります。クラブの公式アプリからご応募ください。さあそしてこちらにはですね、見てください、気合の入ったサポーターの皆さんにお越しいただきました。おはようございます。素敵な横断幕ありがとうございます。さあかわいい、こちらお持ちいただいています。今日はですね、長崎市サンクス町ということで、長崎市の特産品やビファーレングッズが当たるチャンス、こちらは入場時にチラシが配られまして、ここです、抽選番号が記載されているので、ここを入場の時ですね、チェックをしてください。チェックチェック。さあそれ以外にも皆さん持っていただきました、楽しみなプレゼント、今日はモリリンデーということで、先着3000名にこちらモリリンデーオリジナルのビビくんハンカチが、そしてそのお隣、カメラさん、これです、これです、ビビくんからのメッセージが入った可愛いデザインのオリジナルカイロもプレゼントされます。こちらは来場者全員なんですよね。さあそれからですね、今日からもう皆さんも首に巻いてらっしゃいますよね。このタオルマフラーが今までは掲げることは OK だったんですが、振ったりそうそうすることもできるんです。そうだ、そう声はねちょっと出せないんですけれども、そう振って応援、これやっぱりね選手の皆さんに届くと思いますので、今日どんなところ楽しみにしてますか。はい、もちろん今日は勝利を目指して頑張ってほしいです。そうですよね、はい、じゃあ皆さんタオルマフラー持ってらっしゃる方いらっしゃいましたら、ちょっとイメージで振ってみたりなんかして今日この後午後2時キックオフ、栃木戦当日券もありますので、皆さんぜひトラス